こんばんは。2010年最初のとことんアルビです。まずはサッカーアルビレックス新潟の情報です。新潟の10番を背負う司令塔マルシオ・リシャルデス選手が来季も新潟でプレーすることが正式に発表されました。またジェフユナイテッド千葉からミッドフィルダーミシュー選手の加入が内定しています。ミシュー選手はクラブを通じ、皆様からいただいた信頼にピッチの中の頑張りで応えたいですとコメントしています。また移籍関係では新潟不動のセンターバック千代丹田選手の名古屋移籍が決まりました。またエベルトン選手とジュートン選手も契約満了となりチームを去ることになりました。続いてはバスケットボール新潟アルビレックス BB です。7連勝で勝率を5割に戻した新潟アルビレックス BB、 ホームに東京アパッチを迎え2連戦を行いました。この試合注目は司令塔対決、新潟の竹野と東京の青木、お互いに激しいマッチアップを展開、主導権を奪いに行きます。竹野は積極的にインサイドに飛び込み流れを引き寄せます。しかし第3クォーター、新潟は東京青木の巧みなパスワークに翻弄され立て続けに失点、7点ビハインドで最終クォーターを迎えます。流れを引き戻したい新潟、ここで輝きを放ったのは新加入のウチェーチェフ。2メートル6センチの長身と強靭なバネで相手のシュートをブロックすると、今度はミドルシュートを連続で決め1点差に詰め寄ります。すると今度はカルバンがキレのいいドリブルから豪快にダンクシュートを決め、チームにエネルギーを注入。試合残り1分、再びカルバン。ここ一番の勝負強さを身につけたカルバンの積極的な攻めで新潟はついに逆転に成功します。ここまで東京の青木と激しい攻防を繰り広げてきた竹野、最後はその青木を振り切りシュート。勝負どころを制した新潟がこのまま逆転勝利、新年初のホームゲームを白星で飾りました。しかし今日のゲームは58対70で残念ながら敗れてしまいました。今シーズンもアルビレックス期待しましょう。それではとことんアルビ、また来週。